ヘビとアリアのシャンソン、そして世界の歌。こんにちは、エミです。アリアです。アリアさん、今月もよろしくお願いいたします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。はい、今月と来月のテーマ、はいはい、何ですか。はい、はい、なんと、はい、なんとなんと2ヶ月にわたってのテーマは、はい、2人がプロ歌手、今日のプロ歌手になるまでの歴史の紐解きです。なんとか裸にされそうで怖いんですけれどもそうですね、その前にこちらの、スタジオですけれども、はい、もうすでにコロナ対策はバッチリ、はい、消毒も済ましておりますし、はい、私どもの検温もすべてやっております。はい、皆様どうぞご安心くださいますように、はいはい、よろしくお願いいたします。そうですね、エミさん、その前にちょっと私ね、髪の毛切りすぎちゃったの笑わないでね皆さん、すみません、私ちょっと伸びすぎちゃったの恐れ入ります。まあ、ではそういうことでお互いの裸が、はいですね、はい、では、エミとアリアの歌の歴史、はい、奇跡を巡ってみたいと思います。はい、そうですね、はい、なんか楽しくなりそうですね、うん、とっても、はい、どんな2人に過去があったのか、まずはおぎゃーと生まれて、おぎゃーと裸で生まれてねはい、おぎゃーと生まれたのは実は私のが少々ほんのちょっとね早いのでございますので、歴史で言えばこれぐらい私から参りたいと思います。はい、私は3月生まれなんです。でね、3月生まれなのに幼稚園の3年保育で行ったんですね。はいはいはい、なので3歳になった途端、幼稚園となんと音楽教室に一緒に、そうなんです、ね、通い始めました。ま、娘がそうでしたからよくわかります。そうなんですか、3月生まれなんですか。3月22日一緒なんですよ。だからおませさんでよくわかります。すいません、おませの3月生まれの恵美子盛りでございますはい、そしてね、そう、本当にこうすごいもう活発っていうのか、はい、おてんばっていうのか、いつも男の子をね後ろに、そちらの有屋さんのお嬢様はどうだかわかりませんけども、賑やかな子でしたね3月生まれですから、そういつでもね後ろにこう男の子をね従えてっていう、まあ、そんな子だったんですけども、はい、なので3月になったばっかしの、ね、子だっていう、3歳になったばっかしの子だからって何の心配もすることなく、うんうん、好き放題に幼稚園の時からやっておりました。いや、もうそれはもう今も同じで、三つ子の魂100まで。それ私のことですか。そうなんですよ。そちらとお嬢様の、お嬢様も一緒でございますわ私も10月生まれですけど似たようなものでございますそうね、まあ、はい、それはその三つ子の魂100までって、何、私は今ませているのか、ませていたのかね、当時いまだに今が幼稚なのかどっちなんでしょう要するにそのままキープしたんですね。いいことですそうでございますか。はい、はいはい、それで、ではね、私そのちょっと長くなりますけども、はい、私のお話をさせていただきたいと思うんですけども、はい、私、何しろ私の1曲目っていうのが、うん、まあ、この時代なんです、うん、もう本当にね。それで3歳から通い始めた音楽教室は杉の子子ども会っていうんですけども、はい、音楽の私が師匠と慕う唯一のその先生、師と慕う方は安西愛子先生とおっしゃるんですけども、はいはい、で安西愛子先生はNHK の幼児向けのラジオ番組 ね、はい、歌のおばさんっていうのがあったんですよ。でそれの初代の歌のおばさんなんです。あ、でもお名前はね、うん、よく存じてます。歌のおばさんの安西愛子っていうことでね、有名だと思うんですけども、でそこで杉の子子ども会っていうふうに音楽教室の名前をつけていたように、お山の、うん、その杉並区だから杉の子となったんでしょうか。それもあるかもしれないというのはね、はい、杉の木がやっぱり 県じゃなかった、区の木なんですね。はいはい、でそれもあって、でも「お山の杉の子」っていう歌は偶然ですよ ね、 そうですね、偶然だと思うんですけども、ね、はい、なんかその当時その植栽、杉の木の植栽がなんかすごく
それ植えろそれ植えろみたいな感じで ね、 やってたっていうのがあって、うんまあ、それであのできた曲だっていうのもあるかと思います。でこの歌は、戦前ですね。戦前って言っても本当にあのもう敗戦曲、敗戦色が、あの強かった、1949年、昭和19年あ、間違った間違った。1949年はもう終わってます。ゆっぺし、私の間違いだ。ごめんなさい、ちょっと、ね、昭和19年の方ですね。すいません、私がその一つ上の、うん、じゃあ昭和24年でしたね。もうね、日本はややこしいんですよ、西暦とあの言語と両方で。そうです、すいません、完全に私あの混同しちゃってました、はい。でなのでこの歌は、昭和24年ですね。はい、24年ね、うん、あのだいぶ日本が立ち直った頃でしょう ね。いや違います、ごめんなさい、やっぱし昭和19年です。昭和19年にあの作られた曲な、うん、作られたのはね、はい、それでその流行ったのはやっぱ戦後の、うん、もう街に何だろう、そう賑やかな、その活気が戻ってきた頃、ね、その20年に流行った歌ですね、はい、あそうだそうだ。それでまああので戦後は佐藤八郎さんによってこう詩を、まあ、1、2回こう書き換えられたらしいんですね。はい、で私が歌う歌はあの本当に当時3歳の時から習ってた歌で、うん、あの3番までの歌なんです、うん、でちょっとカラオケがなかったんで、はい、ピアノ伴奏で、吹き込んだもので歌わせていただこうかと思います。はい、はい、それではあのどうですか、もう 歌っていただいてよろしいですか。歌に入りたいと思います。あ、そうですか、はい、はい、それでは若き安西愛子先生のジャケットの写真とともに、はい、あ、ジャケットの写真、そうなんですよ、そうごめんなさい、ちょっとじゃあもう少し安西愛子先生のことをね、そう、うん、お話しなさる予定でしたよね。そうです、はいはいはい、すいません、あの、ね、あと私はねそれが羨ましくってねあの私関西の生まれでしょ、うん、で安西愛子先生とかあの、うん、要するに歌大好きでしたから、歌のおばさんのこともね、いつもラジオを通してしか知らない、それを恵美さんはやっぱ東京子ですから、うん、自分の先生とかいうことで ね、あるいは自分がそこの教室行くとか、過ごされたんだなと思うと、もう悔しい羨ましい、そうですか。あのねこれね、はい、実はこれこのんこれどれですか、かな、そうこれなんですけど、あ、こっちだ、うん、これね、あ、じゃこっちだ、ここにメモリアルってありますでしょ。はい、メモリアル、はい、あの安西子先生も亡くなって、今年8年目ぐらいになるんですかね、はい、うん、そうですね、満7年とか去年が、7回忌ぐらいでしょうかしら、はい、でなってその時にあの、まあ、お葬式とか、で私もあのずっとお付き合いがあって、100歳の100歳でお亡くなりになったんですけども、であの100歳でこう若き日のね、あのお写真ですけれども、うん、あの100歳でお亡くなりになって、でだからお葬式もお通夜も行かせていただいて、うん、その時にあのこのメモリアルっていうのをいただいたんですね。あ、そう、うん、そうなんです。で NHK 歌のおばさんの頃のね、うん、あの歌がいっぱい入ってる、まあ、まあ、懐かしい、そうですよね、これ全部歌えます、当然ね、そうですよね、ということは私何歳なのかしら、嫌になっちゃうきっと若い人一曲も知らないかもしれない、ね、まあ、あのお写真はまた後でね、ちょっと画像でゆっくり見ていただくとして、はいはいはい、もう一つここにあのご紹介したい CD はね、これは市販されてるんです、はい、市販されてるんで、あのまあこのいくつかの、日本の流行歌手かな、流行歌スターたちという、はい、だいたいこれ40まであるんですね。でこの38番目に安西愛子先生を取り上げていただいて、はい、で安西先生の歌がいっぱい入っております、はいはい、というあの私の大好きな安西先生、もしあのね、あの聞いてみたいなっていうのは、唯一、今現在残っているっていうか、あの2枚ぐらい CD っていうのは発売されたらしいんですけど、うん、唯一こういうふうにまとまって、うん、今あるね、アルバムになっております。ね、本当に、はい、Amazon でも買えますので。
それはそれは、はい、なんか宣伝しちゃった、はい、はい、それではお山の杉の子、はい、はい、では小坂井、そうですね、でもピアノがどうとかいうのもありましたっけ。そうなんです、そうなんです、あのね、青梅にね、私聞いたんです、ちょっと耳に挟んだんですけど、そうなんです、ね、あの青梅にあるんですけど、青梅市の、秋川渓谷じゃなくて御岳渓谷、はいはい、御岳渓谷に小山の杉の子のゆかりの地があるんですよ。でそこに安西愛子先生の直筆の歌碑、歌の石碑ね、それとあの作曲なされた佐々木卓さんとおっしゃいましたかしら、はい、確かそうよね、そうですね、うん、佐々木卓さんの、その楽譜の石碑もあるんですけども、うんうんうん、そして作曲に使われたあのピアノ、それが、その青梅の第六小学校かなに寄贈されていて、誰でも弾けるんですって。弾きに行きたい。あ、というか触りに行きたいですね。そうですよね。はい、そう、そのスグルさんって言えば、うん、他の曲も有名な曲もね作曲されていて、あの月の砂漠。月の砂漠 ね。若い人は知らないでしょ、うん、まあ、同様いいですよ ね、 いいですね、なんか今度ちょっと特集したいです ね、 ですね、はい、またその時にゆっくりという感じでお話しさせていただきたいと思います、はいはい、それでは、はい、若き安西愛子先生のジャケットの写真とともに、はい、恵美子堺さんのお山の杉の子、はい、お聞きください。はい、昔昔その昔、檜林のすぐそばに小さなお山があったとさ、あったとさ、まるまる坊主のハゲ山はいつでもみんなの笑いもの、これこれ杉の子来なさい、お日様にかけた声かけた、ひふみよいむな、よっかここのかとかたち、ビンとなんだっけ、あーやばい、山の上小さな杉の子顔出して、はいはい、お日様こんにちは、これを眺めた檜はわははのわははとお笑いお笑い、こんなちびすけなんになる、びっくり仰天杉の子は思わずお首を引っ込めた、引っ込めた、引っ込めながらも考えた、なんの負けるか今に見ろ、大きくなってみんなのためお役に立って見せまする見せまする、私ね一つね、これでどこが変わったのか一つだけ分かったんですよ、うんうんうん、あの皆のため皆のため皆のため、まあ、お役に立って、お役に立って見せまする、皆のためお役に立って、これがお国に、お国だったんです前は、うん、お国のためにそれは変わったんですね。あのもともとこうなんかやっぱしこう軍歌あの、うん、あの何そのあのそうですよ戦争兵隊、ね、そうそうさんのこう、ね、あれをね士気を上げるとかって、うんうんうん、そんな意味合いもあったみたいですけどもね、はい、そうですか。いやでも久しぶりにね全部聞くととってもストーリーがあって、恵美さんなんか生き生きしてるこの歌を歌うと いつもの恵美さんと10倍ぐらいなんかパワーアップしたみたいね。はい、でもなんか、うん、あの今明日ならってやつですね、明日になればもっと僕はっていう ね、 そうだ ね、 そうだね、こういうの多かったですね、うん、頑張るぞってね、うんうんうん、そうですね、安西愛子先生がスタートした恵美子堺さんの、はい、お山の杉の子でした。はい、で恵美さんは東京は阿佐ヶ谷生まれのお育ちなんですね、うんはい、で私は港町神戸の生まれで育ちました、神戸いいですね、ね、ですから神戸っていうのは港って言っても、うん、あの釣りの
あの漁船の港じゃなくって、うん、もうあの港、外国の船が出入りするそういう港なんですね、だからお魚の匂いとかしない港なんですけどね、だから私はその港、外国船でいつもその神戸って坂道の町なので、もう家からずっと港にその白いお船が見えるわけですよ、うんうん、ですからその白いお船がこう見えるそこへ持ってきて外国船ですね、うんうん、あの外人さんって外国の人が町にいっぱいいるそんな環境で育ったんです。それで小さい頃から童謡が大好きで、私としてはあのなんて言うんでしょう、偉人さんに女の子が連れて行かれちゃったっていう、うんうん、そういう歌を童謡で聞いてまして、ええ、なんかすごくあの頃は何も考えずに歌ってたのね、なんか可愛い歌だなって、でもなんかちょっと寂しいし、でも私たちの頃はもうすでに外国に行くってことがちょっとしやあの楽しみみたいなのもちょっとあったり、でもやっぱりあの頃外国に行くってどういうことだろうと思って、わけも分からずこの歌身近に感じてたんですよ。分かる、分かります。赤い靴、はいはい、でも神戸はとっても坂道が多くって、平地から山に向かうところでね、あのみかんはの花は咲かなかったんですけど、はいはい、でもあの船が遠く霞んでるとか、うん、みかんの花が咲いているってね、なんかそういうノスタルジックな、うん、エキゾチックな雰囲気が大好きでした、はい、それでいかにもあのノスタルジックで、うん、夢がいっぱいじゃない子供心に、そうね、はい、うん、でこんなこと思ったのはもうちょっと少女になってからだったかも、はい、というわけで、うん、赤い靴、先ほど申し上げた赤い靴が自分が小さい時に一番親しんだ童謡の一つだったかなと思います。はい、赤い靴、じゃあ有谷さんに聞いてください。方が聞いても不思議な歌詞だなと思われるんですよね、うん、失礼しました。私もね思ってたんで、実は最近になってなんかいろいろね調べてみようかなっていう気になって、うんうんうん、この赤い靴の女の子実在の話なんですね。東京の今もあの麻布十番、うん、パティオ十番っていうところに、うん、あるんですよ。でそこに彼女の銅像があるんですね。ミッキーあのキミちゃんっていう女の子で明治生まれの子なんですよね。とってもかわいそうな運命の子供なんですけれども、うん、お母さんお父さんのがねちょっと認知してもらえなかったお嬢さんで食べるに困ってお母さんが北海道の開拓に行くんですけど、あまりにも厳しいその土地で子供を育てるのは難しいってことで、うん、アメリカ人のミエット夫妻に
託すんですね。で外国に行くことになって赤い靴を買ってもらって、ところが行くとその時に結核にかかっていることが分かって、結局麻布十番にあった療養所で死んじゃった。でも彼女の像が立ってるそうです。はいはい、なるほどね、はい、まあ、同様のことに、まあ、中身についてはもっと今度ね、そうですね、いっぱいやりましょうね。そうなんか、はい、今回はちょっと奇跡をたどるということ で、うん、そうですね、ちょっぴっとなんか、はい、巻かないと、はい、予定してた曲が、はい、全部行かないかな。3歳から大人になってからどうでしたか。はい、はい、私は2歳のあじゃあ小学校2年生ぐらいの時にね、うん、流行った歌でがあるんですよ、はいはい、もう私はそれをしょっちゅう口ずさんでおりまして、はい、はい、何の歌でしょうか。はい、これは、はい、東京のバスガールっていう歌なんですけどもね、東京の憧れましたね。はい、はい、私も神戸に住んでまして、うん、神戸はね、はい、なんてバスがいっぱい発達してるので、うん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 、バスガール、はい、憧れましたよ、はい、憧れましたけれども、はいはい、私は諦めましたそう当然ですよね私も諦めました歌を歌ってるだけならいいんですけれどもね、なんかいっぱい名所旧跡全部そうあれはとても無理でございますはい、はい、でせめてでは歌で、はい、バスガール、はい、本当にね、バスガイドになりたいななんて、はい、歌を歌うためだけに思いました。はい、はですね、うん、ここで本当は喋んなきゃいけないかな。いや踊らなきゃいけないと思いますよ。若い希望も恋もあるビルの街から山の手、紺の制服身につけて、私は東京のバスガール、発車オーライ、明るく明るく走るのよ。皆様、こちらは鳥越あずみでございます。はい、そして左手をご覧くださいませ。左手に見えますのはアリアさんでございます。そして通り越して鳥越あずみがあちらに見えます。あ、間違えた、神社でございます。おめたかた今日は綺麗な人連れて、夢は儚く破れてもくじけちゃいけないバスがある、発車オーライ、明るく明るく走るのよ。そう、バスガイドが間違えちゃいけません。ここは鳥越あずみ、あそこに見えますのは鳥越神社でございます。意地悪さ嫌な言葉で怒鳴られて、ほろり落とした一滴、それでも東京のバスがある、発車オーライ、明るく明るく走るのよ。発車オーライ、発車オーライ、はい、シートベルトしてくださいまして、もうバスガールさんなんていなくなりましたから。そうですね、私たちが
歌、シャンソンの世界でも、うん、切符切りとかね、そうですね、もうレコードの針がどうのとか、うん、もう分かってもらえないかもしれません。そうですね、はい、本当ですね。でこれ、エミさんが小学校の時の思い出とするなら、はい、うんうんうん、私たちの中高時代はね、フォークソングの時代。そうだわね、はい、でそのフォークソングといえば、男子学生はほぼみんなギター、うん、今の若い子たちよりももっとギター弾いたかもしれない、で学校にギターを持ってきまして、うん、屋上でいつも輪になってね、うん、あの男の子が弾いてくれるんですね、うんうんうん、で私たちみんなで輪になって青春時代ですね、青春時代でだからいろんなたくさん外国のね、うん、歌、あのそれこそビートルズなんかも歌ったんですけど、その中で日本のマイク真紀さんがなんかしっとりとした歌を歌って爆発的にヒットして、うん、なんとこの前、はい、ね、エミさんのお店にマイクさん来てくれましたよね、マイク真紀さん。でその時にもやはり歌ってくれました、うんうんうん、マイク真紀さんが歌った歌といえばバラが咲いた、そうなんですね、はい、あのちょっとのんびりした歌ですけれども、はい、とってもいい歌です、はい、あの今の人は知らないかもしれませんね、今の人知らないけどね、ちょっとこう遊び心に口ずさんでほしいような、そうですね、エミさんも一緒に歌えるところ一緒に入ってください。そうですね、はい、ではあのバラが咲いた、はい、お聴きください。あ、失礼、新しいバスガールではございませんじゃないでございますわね、はい、はい、バラが咲いた、はい、バラが咲いた、真っ赤なバラが、寂しかった僕の庭にバラが咲いた、たった一つ咲いたバラ、小さなバラで、寂しかった僕の庭が明るくなった、たりしませんでした。そうなんです、あのもうちょっと年を行きましてね、うんうんうん、あのその頃ねペギー葉山さんっていう方がいろんな歌を歌われたんですね、うんうんうん、はい、その中でね学生時代って歌だった、はい、いい歌でした、はい、あのねこれ私たちだってほら、うん、ねいろんなこと失敗したり、うんうんうん、いろんなことあって
決してルンルンの夢だけの学生時代じゃなかったんですよ、うん、それなりにね悔しいこともいっぱいあった。でもこの歌詞ってね、うん、私たちの学生時代のいいところをね全部書いてくれてるの。はい、ね、でそうだわね、綺麗だわね、すごくね。そうなの、私は、うん、あの共学の県立高校から大学だけ女子大に行って、でもその両方のいいところがね全部網羅されててね、どこの場面を聞いてもあった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 。じゃあ、ね、皆さんもそう学生時代をじゃあね思い出して、はい、あの聞いていただきましょうか、はい、きっとねおてんばな恵美さんにも素晴らしい同じようなね、うん、あの大学時代の思い出があると思いますよ。美しい。さあどうでしょうか。はでは学生時代お聞きください、はい、北のカラマルチャペルで祈りを捧げた日、夢を借りしあの頃の思い出をたどれば、懐かしい友の顔が一人一人浮かぶ。重いカバンを抱えて通ったあの道、秋の日の図書館のインクとノートの匂い、枯葉の散る窓辺、学生時代。賛美歌を歌いながら清い詩を夢見た。何の装いもせずに口数も少なく、胸の中に秘めていた恋への憧れはいつも儚く破れて、一人書いた日記、本棚に目をやれば、あの頃読んだ小説、追試費用私の学生時代。日に輝く十字架を見つめて、白い指を組みながらうつむいていた友、その美しい横顔、姉のようにしたい、いつまでも変わらずにと祈った幸せ。テニスコート、キャンプファイヤー、懐かしい日々は絶えず、素晴らしいあの頃、学生時代、素晴らしいあの頃、学生時代。やっぱりなんかさ、本当に懐かしいです ね、 ね、こういう学生時代があったことを、うん、本当に感謝します。あ、私の学生、大学時代とかっていうのは、私はねこういう歌ほとんど口にしてないんですよ ね、うん、おませさんだったんですもん。でそもそもね、はい、あの高校2年の時にね、はい、ちょっと、うん、あの歌手として、はい、あのプロダクションのオーディションを受けたりしてね、はい、うん、あの知らないでしょ、うん、知らない。ちょっと、ね、デビューの話がね、でも想像できる。あのデビューの話って言ってもね、ナイトクラブのデビューの話だったんですよ。それで結局やっぱ親にね反対されて、まあいろいろその辺のことはまたおいおいお話しさせて、ね、はい、プロダクションはまあやめさせられたんですけどね、はい、はい、そして、あ、私ねこんなとこでこんな話していいのかどうか分かんないんですけど、その時実は一緒にあのプロダクションに合格して、うんうんうん、よく一緒に行動してた子がいたんですね、はい、でも今音信不通なんですけど、もしももしももしもこれを見ていたりとか、あのちょっと私のほんと少しの情報の中であの知ってる方がいらしたら、本人じゃなくてもね、なんか
あのアズーリにでも教えていただきたいんですけども、あの井上純子さんって結婚前のせいなんですよ。でね、あの福岡に結婚して住まわれてっていうか、もともと福岡な人だったんですけど、福岡に住まわれてしばらくこうやり取りしてたんだけど、あのいつの頃か私も忙しかったりして音信不通になっちゃって、あの本当に島倉千代子さんの歌が好きでね、私とだから全然こう歌のタイプが違うんですけども、で本当に島倉千代子の歌を口ずさんでいた井上純子さんっていう人、福岡でなんか一時期スナックをやってたというママを知っておりましたらお知らせくださいなんて、ちょっと待って、ね、いいですね、なんかでもね人探しの番組みたいに、ね、あのなっちゃってますけども、本当にぜひぜひと思います。はい、そしてはい、もういいんですか、もう行きましょう、はい、はい、ではエミさんの赤坂の夜は更けて、いいでしょうか。そうなんです、いいです、赤坂の夜、はい、このとこやね、こんな歌ばっかし歌ってたんですね、はい、私ね、おませのエミさんの素敵な歌をお楽しみくださいはい、おませの私の歌ですね、はい、いきます。ではよくあのこんな歌をね口ずさんでね、はい、赤坂をこうそぞろ歩いたりしたもんでございますわはい、今頃どうしているのかしら、切ない思いに揺れるおかげ、虚しい未練とは知りながら、恋しい人の名をささやけば、会いたい気持ちは募るばかり、赤坂の夜は更けゆく。知ってますかこの歌、もう西田幸子さんの歌大好きで流れてましたね、はい、女の位置とかね、ちょっとセンチメンタルになるんですよね。夜霧が流れるひとつあたり、冷たく澄んだ街の日よ、うつろなる心に絶えずして涙ぐみひそかに酔う酒よ、身にしむわびしさしんみりと、赤坂の夜は更けゆく、赤坂の夜は更けゆく。今パトカーじゃなくて救急車ですか、そうです ね、 ね、ここはね鳥越アズーリは何せ幹線道路にね、あの面しておりまして、はい、なのでね終わったら50分に1回すぐもうこう窓を開けて換気をして、なんでこんな話をしてるのか、はい、これはね構想で長いものですからね、ついでに鳥越アズーリの宣伝をさせていただいております。本当に幹線何してたんでしょうね。そうね、本当にね。さあそれでは、参りましょうか。ね、はい、私は、うん、そうですね、と今になると、うん、次の人生への、はい、ま、入り口のような歌なんですけど、うん、私何と言ってましても神戸の出身で、はい、本当に羨ましい感じ。いえいえ、それ3歳の頃から実は、うん、父に連れられて、うん、毎月
結婚するまで私と一緒で3歳がスタートなのね。で、まあ、宝塚に毎月行きました、うん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 、まあ父はもともとその宝塚が好きな妹がいて、妹をね一人で、あの当時ですから、女の子だけで、そう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 、女の子だけで行ってはいけないっていうんで、父がね長男だったので、うん、まあついていったわけです、うんうん、それがミイラ取りがミイラになって父が好きになって私も行くようになりました。なるほど、はい、それで、まあ、話を簡単に言いますと、ええ、ここが不思議な接点で、うん、私も実は宝塚に入ろうと、おお、私ちょっと音楽もやってましたし、はいはいはい、でもう夢中だったので、うんうん、あの当時は小柄な人はそれなりに、うん、大丈夫だった。なんかある程度背が高くないとっていうのがない、あの頃は違って、要するに女役でですね。なるほどね。そうそうそう、で、はい、私より小柄な方でも現実に受かってた。そう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 。で、私は行くって言いましたら、うん、お宅と一緒、うん、親に反対されました、はい、ほんと一緒なの ね、はい、あのいくら楽しんでもいいけれども、うんうんうん、学校はそうじゃない、うん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 、ということで、なぜか私たちはそれ従いました ね、 そうね、それぐらいね。だってあれ、あの 中卒か高卒しか取らないんですよ ね、はい、ね、だから大学そう行けっていうことでしょ。そうです、私も音大行けって言われて、だから私もで父がね、うんうん、その、あの父はまあ普通 の、 あの医学部だとか文学部行けって言ったんですけど、そこだけは音楽を通したので、通して音楽部行きました。しい、はい、じゃあその時 の、はい、あの宝塚で散々聞きました、すみれの花咲く頃、はい、もしあんまり長くなるようでしたら最後の方はしゃってくださっていいですからね、はいはい、じゃあどうぞ、はい、ぜひ、はい、今も心を
がとうございます。さあ、はい、私も最後はシャンソン、ね、18歳初めて、はいはい、人前で歌ったシャンソンが愛の賛歌でした。これも越路吹雪さん、そうですよ、やっぱり宝塚ですね、はいはい、あの頃シャンソンは宝塚から、うんうんうん、宝塚ではシャンソンという時代がありました、うん、はい、はいはいはい、では私の最後の歌は映像でお届けしたいと思います、はい、といっても18歳ではありませんが、はい、5年前北軽井沢で、この時ねアリアさんもご一緒したんですけど、す、ね、はい、レストランで開催したバースデーライブで歌った時の映像がありましたので、はい、どうぞ、はい、お聴きください。エミさんの愛の賛歌、はい、ね、シャンソンの定番で終わらせていただきました。来月はいよいよ現在に至るまでのエピソードですね。そうですね、はい、で来月はちょうど4週間後のやはり3月20日になります、はい、では有吉さん、なんかお別れの前にコンサートの告知を、はいはいね、お願いいたします。2人ともコンサートの告知をしたいと思います、うん、まず私これですね、3月10日府中のバルトホールというところで、東京シャンソンフェスティバルがございます。そこで私は一部昼の部と夜の部どちらも一部でシャンソンドラマ、
これモンパルナスのミューズっていうフランスの、ね、女の人の話です。で午後は山本リンダさん、2部は山本リンダさんとご一緒に歌わせていただきます。どうぞチケットの方ですね、私の方にお申し込みくださいますようにお願いいたします。はい、まあ、とっても、ね、はい、行けたらいいんだけどな、ね、もう悔しい、ちょっと間に合わないわ。はい、はい、そしてもう一つですね、うん、こちらの方は4月の20日ちょっと後になりますが、カフェドリオンというところで東中野ですね。そうです、東中野、はい、前これは連続してやってるんですけれども、うん、バラは憧れという4月のテーマで4月10日にやらせていただきます、はい、こちらの方もぜひお持ち込みくださいますように、はいはい、それでは恵美さんどうぞ。はい、私の方はね、前回ご案内いたしました3月、17日18日のバス選び、うん、ね、おかげさまで残り3枚になっちゃったんですよね。プレミアムがついております。はい、もうぜひぜひぜひ我先にお持ち込みいただいたらいただいたらいいかと思います。そしてですね、こチラシはないんですけど、同じ日本歌手協会、はい、今度は主催ですけども4月27日に中野ゼロホールで出演いたしますので、はい、こちらの方ご予約いただけたらと思います、ね、さあそれでは、はい、毎月第3月曜日16時からは、はい、エミとアリアの、はい、シャンソン、そして世界の歌でお会いいたしましょう。さよなら。